今バイトから帰ってきました。朝9時から18時までやったんですけど、今日で家が潰れるまで残りあと100日、大家さんの息子も帰ってきて、まだいつ潰れるかって聞いてないんですけど、でもこの調子だとこの期間内には潰れるんじゃないかなと思って、僕の人生これからどうなるのかなって思ってるんですけど、ただのまあ家が潰れるだけじゃないですか。家が潰れるだけじゃないですか。家が潰れるだけじゃないですか。まあ次の物件を見つければいいだけの話なんですけど、貯金なし、頑張んなきゃいけないじゃないですか。だけど何者かになろうとしてる自分がいるわけですよ今。どうしたらいいの俺は。本当に100日のタイミングで地震起きた。揺れてる。あ、収まった。残り100日前にしてさ、先に100日待たずに潰れたらやばいよね。バグが青いならば2クルベイキはジーブのシーソーイーツの前にかブートルバートでカーテンに2クルウソのヒートってどっちの方がいいかなこれ。でもまあ綺麗だよ。じゃあ待って待って、うん、つまり右のバグが青いならば2クルベイキはジーブのシーソーイーツの前にかブートルバートでカーテンに2クルウソのヒートってどっちの方がいいかな。どうも石田英孝です。ダーンスということで今日で最後の配信になりました。おはようございます。土曜日なので自宅の一室を駄菓子屋さんとして開放するんですけど、めっちゃ雨強くて風も強いから、まあ、人来ないんじゃないかなって思ってるのが正直なところです。誰も来ないようだったら動画の編集をしようかなって思います。日常動画の時をやんなきゃいけないですね。 TikTok の縦動画これむずいんで、まあ、これ考えて編集しないといけないんで、それをやろうと思います。今日は撮影1本今終わったところで動画アップし終わりました。19時半からですね、学校無理でもここあるよっていうキャンペーンがあるんですけど、夏休み明けですね、学校に行くのが大変だけど着る場所はここにあるよっていうキャンペーンがあるんですけど、僕のお家もですね、そのキャンペーンの場所として今申請を出しているところで、今日はそれの説明会と居場所を作るにあたっての大人がやるべきこと、守るべきことの講座があるので、今日はそれをこれから受けたいというふうに思います。それではレッツゴー。どーん、一年後でいつもとダンス。ほら、おう、ほら固まってる。こっちまだっぽくない。ほら、あー確かにね。こっち取り出してみる。うん、おお、羊羹みたい。羊羹、あ、何この感じ。地球組感すごいね。羊羹は羊羹で食べよう。羊羹は羊羹で食べよう。あんまり噛まなくても食べられそうじゃないですか。でも羊羹を羊羹で食べよう。地球組もどきを作りました。そう、美味しい、うん、顔映るよ。 NG 目だけマスクしないとダメだ。いただきます。うん、うん、目だけモザイクすれば大丈夫。うん、うん、いいわ。不思議な食感じゃん。おはようございます。今日は10時からということでございます。夜は帰ってきてから曲作りですかね。縦動画のために PV 撮影もしたいんですよ。あと残りで95日とかですね。多分この数字が結構あっという間だと思うんですよね。そのために今動いてるところであるんですけど、それでは今日も頑張っていきましょう。おはようございます。今日はあと10分ぐらいでお家の改装に行ってこようと思います。そんでもって午後1時からはなんと私 NHK さんから取材されることになりました。イエーイ。テレビに映るとかではなくて NHK のメディアの記事になるらしくって、インタビューを受けることになったので、まあオンラインでインタビューをしていただくという感じになっております。はい、わかりました。じゃあもし載せられたらぜひともよろしくお願いします。はい。